行き先はじゃん、栃木県は日光市奥鬼怒川に行ってきます。ということでね、道中もいろいろ寄り道しながら楽しんでいければと思いますので、ぜひ皆さん最後までご覧ください。それではレッツゴー。今市鬼怒川で降ります。まもなく目的地です。着きました。どうですか？おいしい。私は湯葉ぶっかけです。めっちゃ種類あるの。メロメロメロン、メロメロメロン、やばい。味か、ほんとだ。これどうやって、あ、これはこれ。OK、かけました。はい、待ってな。スポットだ。Thank you.
ただきまーす。うまっ、うん、めっちゃうまっ、やばい、生クリームふわふわ、うん、ケーキ食べてるみたい、氷もふわふわ、うん、すぐなくなる、いよいよ本日のお宿へ。夫婦淵駐車場より先は一般車両が進入禁止なので、ここに車を止めて、そこからは旅館の送迎バスに乗って向かいます。30分間奥鬼怒川の大自然を楽しみながら移動。本日宿泊するお宿は日光国立公園内の秘境の地にひっそりとある旅館八丁の湯です。来ました。マイナスイオン感じます。私たちの今日のお部屋です。どうぞ。じゃじゃーん、わー、綺麗、すごいね、すごいよ、素敵、あ、目の前川流れてる、すごーい、すごい、素敵ね、木の匂いする、じゃーん、お部屋めっちゃ綺麗、すごいね、ベッドだし、うん、ふかふか、ソファーあるし、ソファーあるし、お菓子ある、日光国立公園土産、クリアム入りの絹の清流、じゃーん、あ、コップとワインオープナー、ケトルもあります、ビューティーセット、歯ブラシ、ヘアブラシ、綿棒とかコットン、ヘアゴム、タオルが入ってます、タオルもあります、下は浴衣があります、洗面台です、お前髪やばい、コップもあります、広々、トイレも綺麗です、わー、それではこういうのをヘッドダイブ行きたいと思います。よし、せーの、ペットめっちゃふかふか、館内はこんな感じです。今私たちが泊まってるのがここログ5のお部屋です。食堂がここにあって、内湯は女性男性こちらにあるそうです。ここにレストハウスがあって、夜はバータイムがこちらであるそうです。でまた露天はここですね、こんな感じでありまして、この焚き火露天が女性専用で、雪見とこのこっち側の焚き火の湯かな、これが混浴のお風呂になっているみたいです。9時からはね、こっちも女性専用で入れるみたいなので、行ってみたいなと思います。それではこれから温泉に行ってきたいと思います。イエイ。こちらが女性の内湯になります。洗い場があるので、ここでシャンプーや体を洗ったりできます。ドライヤーもあります。あ、見て、何こっち、めっちゃいいじゃん、先見える、しかも多分、うん、めっちゃすごいよ、あれモミジだから、あ、そっか、うん、絶対綺麗だね、へー、すごい、紅葉がいいかも、うん、まだ雪降る前で、そうだね、秋に来てもいいね、うんうん、秋がいい、女性の風呂からも滝が見えます。
敵。すごいね。うん、売店もあります。ビールやソーダだったりアイスクリームもございます。あとは八丁の湯さんのオリジナルグッズやお土産も売ってます。これはお部屋にあったお菓子です。カップラーメンとお菓子もあります。健康だな、すごい。天気持ちよかったです。これから夜ご飯食べてきます。いっぱい飲むぞ。イエーイ。味噌だけでいける。確かに味噌だけでいけるね。生二つお願いします。はい。
たにゃ。すって感じ。どうぞどうぞ。うまいっす。おはやに。おほえんでるの？すごい、日本酒らしい。うんうん、苦しい。美味しくない？苦味うまい。だよね。うまいね。美味しいよね。うまい。うまみがある。美味しい。季節野菜の炊き物です。玉ねぎ、うん、ミルクだ。
ブルワインです。あ、美味しそう。いいね。あ、クラフトビール感ある。飲みやすい。これがすごい人気だそうです。美味しい、最高。じゃあうまい。飲んで寝ます。おやすみなさい。時刻は7時半ちょっと前です。朝ごはんを食べに行きたいと思います。オープン。ご飯のお供がいっぱい。おはようございます。朝ごはん中です。むくみもあるな。気持ちいい。川に行ってみよう。大自然だ。あ、川だよ。じゃあマイナスイオン。冷たいかな。あ、冷たい。気持ちいい。あ、冷たい。冷たい。あ、ちびた。かわいい。どうも。うわ、かわいい。つぶらな瞳。テラスにやってきました。森林浴ができます。気持ちいいね。気持ちいいね。じゃあ、自然いっぱい。大自然の中で心も体もリラックスできました。皆さんも日々の忙しさから解放されて奥鬼怒川の大自然に癒されてみてはいかがですか？楽しい時間はあっという間。車窓からこの自然を目に焼き付けてました。ここ大笹牧場のソフトクリームが絶品なんだとか。券売機でソフトクリームを買います。初券
先生です。ブラウン水素牛の生乳を使用しており、他では味わえない一品です。地元のツーリングをしているおちゃんたちに会ったんですけど、いろいろソフトクリーム巡りして一番ここが美味しいって言ってました。コーンがおすすめだそうです他にも大笹牧場オリジナルのお土産がたくさん。チーズの種類やソーセージ、ベーコンなども豊富です。またブラウンスイス牛の焼肉ハウスやジンギスカンハウスもあります。店内の装飾も可愛いし、大笹牧場でとっても楽しめました。したカラカンベ味噌を購入。この味噌があればいくらでも野菜が食べられそうだ。そして八丁オリジナルのカレーも自宅で大好評でした。ぜひ皆さんも参考にしてみてね。それではまた、バイバイ。小さな眼が見た世界、今より輝いてたみたい。